実践 SNS マーケティングならタクス、どうも代表の北野です。今回はですね、商品が売れない時にやるべき2つのアンケート施策というテーマでお届けをしていきます。で、今回のこのアンケート施策なんですけども、まあビジネスをやっていく上ではですね、まあ売上を最大化させるためにはすごい重要になってくると。いわゆるこのアンケート施策っていうのはですね、僕がいつも言っているマーケティングとは顧客視点であると、顧客視点を持つべきであるという話をいつもしていると思うんですけども、お客様がですね、結局商品が売れない時っていうのは、お客様がその答えを知っている場合っていうのは結構あったりするわけですよね。なので、売れない理由っていうのは結論から言うと、お客さんに聞いてみようっていう話になるわけなんですけども、このやり方非常に強力なので、もちろん本当はね、商品が売れてる時にも売れてない時にもずっとやってほしいんだけども、特に売れてない時にはこのね、2つの今日お伝えするアンケート施策っていうのをしっかりと活用していくことで、なぜ自分の商品が売れないのかだったりとか、売れ行きが悪いのか、売り上げが落ちてきてるのかっていうその理由をですね、解明するヒントにね、非常になると、まあ、いうことになりますので、ぜひこのね、今日はアンケート施策っていうのをね、お届けしていきたいというふうに思います。で、まあ、当たり前なんですけども、商品が売れない理由っていうところで言うと、やっぱいろいろあると思うんですよね。例えば、お金がありません。まあ、お客さんの断り文句としては、もうお金がない、時間がない、めんどくさい、今じゃない気がするとかっていうですね。まあ、あると思うんですよね。で、いうとこが多いと思います。で、実際まあこれ営業の時とかにですね、もちろんいやお金がなくて時間がなくてとかって答えちゃうことももちろんあると思うんですね。ってなった時にも、この場でお客さんが本音言わないパターンっていうのは実はあったりするんですね。まあ、だからここにあえて本当の理由って書いてあったりするんですけど、本音言わないパターン、これが結構非常にややこしくてですね、改善のしようがないわけですね。例えばお金あっても買えないっていう人は言うし、時間があっても時間ないって嘘つく人は嘘つくんですよ。まあそれ言ったら元も子もないじゃないかと思う人もいるかもしれないけども、そこでちゃんとですね、お客様がにしっかりと本音を言ってもらう、本当の理由を言ってもらうためにちょっとアンケート施策っていうところをね、後ほどお伝えさせていただくんですけども、で、やっぱ大事になってくるのがなぜ買わなかったのかなんですよ。なぜ買わなかったのか。だから、まあ、ここに書いてある通り、これ言ったね、まあ、よく、この4つはよく使われる、まあ、お客さんがですね、購入を、まあ、断るような、まあ、上等手段なわけですけど、これ以外にもですね、重要なポイントって実はたくさんある可能性が高いということなんですね。そこで大事なのが、僕についてる顧客視点であると。もう、お客様になりきった時に、お客様は何を不安に思ってるのか。絶対に商品買わないっていうのに何かしらネックがあるんですよ、絶対ね。まあ、本当に高いのかもしれないね。本当に高くて、お金がなくて買えないのかもしれない。であったりとか、本当にちょっとタイミング的に迷っているんだったりとか、もう他の会社のサービスすでに受けてるからどうしようって迷っているとか、まあいろんなこれはパターンっていうのがあると思うんですけど、やっぱそれ聞いてみないと分かんないわけですね。聞いてみないと。で、基本的に営業っていうのは、セールス、まあマーケティングすべてそうですけども、あなた自身がですね、あなた自身です。営業マンのあなた自身、まあ企業家のあなた自身っていうのが、相手が望む未来を叶えてあげられる人になった瞬間にお金をもらえるよって話なんですよね。だから、お客さんがその悩みを持っていて、その悩みを解決するためにお客さんは痛みを持ってるから、それを別に30万、40万、100万の中にはね、払ってでも解決したいよっていう人っていっぱいいるわけですよね。で、そこであなた自身がそれを解決してあげられる人になれるのであれば、その悩みを解決できるんだったら、あなたは、お客様からぜひあなたから商品をお願いしたいという形で、契約が取れる、決まるというね、形になりますので、あなたはこれ店舗事業もそうですよ。そういう風な人になるっていうのを常に意識してほしいなと思います。ってなるとやっぱ相対してお客さん何を求めてるのかっていうのをずーっとやっぱ考え続ける癖をつけてほしいんですよね。癖をつけてほしいと。まあ、これはマーケッターとしてね、最低限のことなんですけど。で、じゃあ早速ね、答え言いますけども、具体的な施策っていうところで言うと、二つのアンケート施策です。まず一個目っていうのが、既存クライアントへのアンケートと。で、二つ目っていうのが、営業で売れなかった方への未購入理由を取るためのアンケート。この二つです。で、まあ、既存のお客様へのアンケートっていうのも、まあ、これも月に一回ぐらいは取った方がいいかな。月一ぐらいは絶対取った方がよくて、まあ、もちろん満足度だったりの向上に役立てるためって目的もあるし、あとはもうちょっとその自分のサービスでこういうところ改善してほしいな。うちもやってますし、業績上げてる会社とかもやっぱ顧客アンケート、既存クライアントのアンケートバンバン取ってますよね。とか、そういったどれぐらいの結果が出たのかとか、そういったアンケートの声も取りますと。で、二つ目が、営業で売れなかった方への未購入アンケート。これがですね、みんな取らないんですよ。なんでか不思議でしょうがない。で、もちろん営業の時とかっていうのは、まあ、もちろんその場で、ね、本音を言ってくれる場合もあるんですけども、その場で本音言ってくれない人もいます。で、その後に売れなかった時に後日にもですね、もう一回、まあ、軽いアンケート用紙ですね、Google フォームでもいいし、簡単な LINE とかでもいいんですけど、本当にもう、3つぐらいですかね、購入に至らなかった理由、まあ、今後の、まあ、理由付けとしては、いわゆる今後の、なんていうんですかね、まあ、サービス向上、満足度向上のために、ちょっと、今回購入に至らなかった理由を教えていただけますでしょうか。
しょうかっていう形でやるとですね、送ると、まあもちろん全員書いてくれるわけではないんですけど、まあでもですね、うちの場合でも6割ぐらいやっぱ書いてくれますね。未購入に、購入に至らなかったお客様でも6割ぐらいやっぱアンケート答えてくれたりするんで、そこで結構本音が垣間見えたりとかですね、こことちょっと言ってること違うけど、本当はこういうとこで不安に思ってたんだとかっていうのが見えてくれたりするわけですね。他の会社の商品とすごいこういうとこが迷ってだったりとか、あとはですね、例えばちょうどタイミングでとか、旦那さんのタイミングですごい今会社が忙しくて引っ越しがとかっていう時期に被ってしまうとか、であったりとかもそうだし、それから、それ以外にもですね、自分が思いもよらなかったような、理由、例えば、どうですかね。まあ、皆さんの中で、例えば広告とかマーケティングのコンサルしてる人がいれば、例えば昔私、広告をね、他社さんに高額払って任せたんだけども、すごい挫折したと。で、うまくいかなかった。そういったトラウマがあるから、ちょっと興味あるけど迷っているとかね。うん。っていうように、お客さんの口からじゃないと聞けないようなことっていうのを、こういう後日アンケートで引き出したりする。まあ、本当はね、その営業の時に聞き出してあげるっていうのが一番いいし、その間に、お客さんのそのわだかまりを解消して、もちろん契約につなげていくっていうのが一番いいんだけども、そこまで至らなかった場合はですね、後日アンケートでしっかりと理由を取る。こういうので全部ね、プロファイリングしていくっていうのはすごい重要になってきますので、まあ、ぜひこの2つのアンケート施策ね、売れてない時こそぜひやっていただきたいなというふうに思います。はい。ということで、今回の動画少しでも勉強になったよという方は、ぜひね、高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。また、下の概要欄からぜひね、僕と LINE で友達になっていただくと、最先端の LINE テイスエンスの集客動画講義もプレゼントしておりますので、ぜひこちらもね、チェックしてみてください。はい。それではね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。